次はこちらです。ブラジリアン柔術ってご存知ですか、ハキヤさん、うん、知ってました？名前だけは聞いたことがあったんですが、詳しくどんなスポーツなのかは知らないですね。これはですね、日本の柔道がブラジルに渡って、それがまたスポーツとして日本に戻ってきたものをブラジリアン柔術というそうなんですね。はい、この大会、九州初の大会がミリカローデ中川で開かれました。この大会は柔術を広めようと活動している組織バリカタがブラジリアン柔術の振興と普及を目的に開催したもので、日本全国から強豪選手30人が集結しました。コンバッチ最初やね、見るなよ。ブラジリアン柔術は柔道の技術をブラジルの柔道家がスポーツのように改変したもので、寝技や組技を中心に戦います。この日の試合は7分から10分の一本勝負。また試合によっては優勢を取るポイントが加算され、勝敗を左右します。一瞬の隙をついて技をかける選手たち、息を呑む試合が展開されます。こちらはギャラクシー王座防衛戦、中川の道場に所属する井出智郎選手に大阪の選手が挑みます。幼い頃から柔道を習っていたという井出選手の得意技は抑え込み。点数が加算される背後からの抑え込みでポイントを重ね、相手を突き放し王座を守りました。見事防衛いたしました井出選手に盛大な拍手をお願いいたします。正直勝ててほっとしているというような気持ちです。やっぱ地元なので、柔術とかをよく知らない友達の人にも方にも見に来てもらってるんで、そこで自分が負けたらちょっと恥ずかしいなという感じで、もう何としてでも勝ちに行こうと思って。白い道着に紫の帯で登場した山下健司選手。井出選手と同じ中川の道場に所属しています。毎日のように道場に通い、コツコツと稽古を積んできました。相手は鹿児島からやってきた中山一平選手。体格が良く、攻め続ける試合スタイルが特徴です。体格差はありましたが、山下選手は冷静な試合運びを展開し、鮮やかな腕十字固めで一本を決めました。相手が大きいし、実力も上だと思ってたので、結構気持ちはビビってたんですけど、しっかり自分の形に入れたので良かったです。これからもまた練習して、来週もアジア選手権とかもあるので、そこに向けてしっかり練習していきたいと思います。やはり九州人なので、地元が活性化すればいいかなと思いまして、知らないんですけども、楽しい子どもがこう増えていって、その子たちがだんだん中学高校になって、また子どもたちを教えていくみたいな、そういうサイクルができていけば、なんかいろんな社会問題とかが解決していくのかな、その一歩になるのかなっていう気持ちで続けてます。九州で初めて開かれたこの大会は、この地でブラジリアン柔術を広めていく重要な足がかりになったようです。